ようこそ指導さん。押すな！指導にバレるではないか。朝も思いましたけれど、少し変わりましたわね、指導さん。それより教えてもらおうか、お前の霊力を封印する条件ってやつを。私は指導さん、指導さんがその身に蓄えた精霊の霊力、それをいただきたいだけですの。それって言い換えれば俺を殺すってことだよな。そして指導さんの目的は私の霊力を封印すること。お前に今までの罪の償いをさせて、その上でお前に幸福な生活を送ってもらう指導さんはお優しいですわね。このまま双方の希望が宙に浮いたままでいるよりも、私は力ずくで霊力を奪うつもりがございませんの。私が指導さんに恋してしまったら、自らの霊力を指導さんに捧げますわ。もし指導さんが先に私に恋をしたなら私の勝ち。お前な、負けたら死ぬって分かってるのに俺となんて言うはずないだろ。指導さんにはありませんの、私を虜にする自信が。お前に、お前の全てより俺を選ばせてみせる。さあ、私たちのデートを始めましょう。